いやこれ何で笑ってるかというと、ゆってぃがスタートかけるんだよね。そうですね。どうだろうね。ほとんどハムハム状態だからね。何回見ても飽きないですよね。ちょっと一回動画に出そう。めちゃくちゃ回るんじゃないですか、そこだけ。ピックアップして。はい、さあ今回はですね、小園海斗選手、6月20日のロッテ戦で初先発、初スタメン。決まって、なんと初打席初ヒットを打ったということで、素晴らしいですよ。はい、素晴らしい。すごいね。いやもうゆたこさんもずっと言ってましたもんね。もう一軍で使うべきだっていうのは。やっぱね、花がある。うん。で、やっぱ運がある。はい。で、そういう選手がさ、初ヒット打ったりとかすると点になるんだよね。なんか知らないけど。いや本当に。だから清宮が日本ハムに戻ってきて、なんか打率は悪いんだけど点に絡むというかさ、で打ったら点になるというかさ、そういう選手ってやっぱいるんだよね。花を持ってる選手ってやっぱ小園見てるとさ、やっぱそういう花があるし、バットコントロールがうまいわ。1打席目のチェンジアップを拾うようにしてレフトに運んだ。あんなんね、高校出たばっかりでしょ。なかなかできないよ、お前。まだ10代ですからね。10代ですよ、あれは。で、種市だったでしょ。そうです、そうです。種市って、まあ、立ち上がりどんなピッチングするかっていうのは、まだまあ、わかんないじゃない。でも、ボールに力あるピッチャーだからさ、で、そのチェンジアップをこう、まあ、ちょっと高かったとはいえ、拾ってレフトに運ぶんで、なかなかできる技じゃないかな。でも、それを、初スタメン。で、初打席でめちゃくちゃ緊張してたと思うよ。あいつのことは緊張してないのかね。楽しんでるんですかね。それはあるかもしれないですね。でもそれで見事に打ち返したとか、その後三振、レフトフライ。で、最後の打席、2アウトランナー1塁。全部引っ張りにかかってたからね。かかってましたよね。粘ってましたしね、その。これなんで引っ張りに行くかっていうと、やっぱ田中康介を一塁に置いて、一、二塁間抜いて、一、三塁を作りたいとか、あよくば6対5で勝ってるけど、まだ点数に余裕がないじゃない。で、広島の状態が悪い。これ引っ張りにかかってたからね。長打。ある程度長打を意識しながらの打席。まあ、ロッテのバッテリーもうまかったよ。全部外でしたね。全部外勝負でしたね。外で出し入れをしながら落としたりだとか曲げたりとかしてたけど、それをこうファウルにして粘りながらみたいな、全部当ててましたもんね。ちょっと波じゃないぞこれ。いやだからもう田中康介選手が一番あれかもしれないですね。複雑だね。いやそうですよね。だってその小園選手が打席立つたびにカメラも一回一回田中選手に映ってた。それは抜くでしょ。どんな表情してんだみたいな。それは心中穏やかじゃない。いやそりゃそうっすよね。それはやっぱ小園にはまあ先輩だから頑張れよっていうような気持ちはあっても、やっぱポジションが被るとさ、どうしても素直に応援したくはないよね。いやここで猛打賞なんて言ったらもう明日もねえぞみたいな。いやそうっすよ。でもそれは1打席目で結果が出てるから、まあ明日もねえな。スタメンは。いやまあ連続試合出場っていうのもありましたけどね。だけどチャンスはいくらでもあったわけだから、ここまでね、田中康介もこれはやっぱ素直に認めなきゃいけないし、やっぱ変えられても仕方ないという成績だしね。まあでもチャンスとか若手が出てくるきっかけってやっぱそういうところにもあるんだよね。だから小園にはこういうチャンスをものにしてほしいし、田中康介にはやっぱ先輩の意地を見せてほしいし。だから俺も田中康介と話をしたりだとかさ、挨拶交わしたりとかする仲だし、まあ、小園も挨拶来てくれた、だからお互いに応援はしてるけど、でも小園も見てみたいよね。それは素直に言えば。そうですね。まあ2軍というよりもやっぱ1軍でいろんなことを吸収していける選手だね。公式戦の中でもやっぱり2軍だとね、多分気が少し抜けるのかもわからないよ。やっぱり1軍でお客さんがいっぱいいて自分のプレーを見てくれてもプロ意識が多分高いんだと思う。なるほど。確かに。まあ吉田輝星も初登板、初先発の時に言った全力でピッチングします。見てる人がに楽しんでいただけるようなピッチングをしたいと思います。もうそのコメントはさ、プロ意識が高いじゃない。だから小園がどういうコメントを残すかわからないけども、やっぱ小園も同じようにプロ意識が高いんだと思うよ、今の子は。だから打席の中でひるむことっていうのは全く感じないもんね。全然むしろ余裕があるぐらいに感じましたよね。だから自分のペースでピッチャーの球を待ってるからね。うん、だからまあ大したもんだなんでおどおど感全くないからね。全くなかった。もう堂々としてましたね、本当に。これ両方調子がいいみたいになってきたらサードでの起用もある可能性ある。いやまあサードでの起用はおそらく田中康介がそういうふうな形で使われる可能性がある。ポジション変わるかもから保存はショートでやっぱ使わなきゃダメだよ。使うんだったらまあだから本当に楽しみだよね。で今テレビつけながら広島戦見てるんだけどとんでもないことしてるよ。お前1点差で牽制球アップ送球ランナーセカンドに進んでノーアウトおいおい頼むぞみたいな。もうそんな野球広島がやるかっていうような感じなんだけど、まあ小園を話しながらどうしても気になったんですよね。でも小園はね、はい、本当にこのまままあ定位置をつかめるように、うん、ちょっと頑張ってほしいなと思いますね。はい、まあ応援してます。応援しましょう。ね、はい、頑張ってください。